4K の時代がやってきた。はい、どうもこんにちは。今日は金沢にやってきました。4K のモニターとかのね、すごい技術があるということでね、すごい製品があるということで、 IO データさんにお話を伺います。 4K の時代がやってきたということでね、こちら IO データさんにやってきましたけども、澤野さんでございます。よろしくお願いいたします。僕ね、これこの部屋に入ってきて、これ見た瞬間に店頭に置いてあるあの偽物だと思ったんですよ。紙が貼ってあるんじゃないかな。なるほど。印刷物みたいな解像度、とっても綺麗ですね。パソコンなんですよ。ほら、これが 4K ディスプレイですか。これが 4K ディスプレイです。これが 4K ディスプレイです。フル HD の4倍の解像度。フル HD の4倍の解像度、ね、最大4つの入力ソースの画面をですね、分割して4画面まで。そうです、4画面ですね。4つの画面を映すことがあります。おー、来た。自分の好きなものを4つ。そうですね、ソースは選べる、ね、選べます、選べます、はい、入力端子が、ディスプレイポートが2つ、ディスプレイポート2つ、はい、と HDMI が2つ。2つで、まあ、そのうち1つが MHA という、スマホを、ね、おー、スマホから。そうですね、載せるような、機能もありますので。じゃあビデオオンデマンドとかもね、そうですね、映せるわけですね、はい、1つの画面はスマホの画面を映しつつ、まあ、パソコンを、他の画面に映しておいたりですとか。ああ、そうか。そうですね、まあ、こういった小画面で、例えばテレビを、レコーダーにつないでテレビを見ながら、パソコンも、使うと。位置も、4箇所変更していただくこともできます。まあ、テレビで 4K っていうのはあると思いますけど、まあ、テレビだとどうしても今40インチ、50インチ以上じゃないと、4K テレビというのはありませんので。そうですね、はい、ちなみにこちら何インチですか。こちら28インチ、ね、28インチ、はい、程よいサイズですね。そうですね、机の上に50インチなんてなかなか置けないですもんね。まあ、フリッカーレスという。フリッカーレス、はい、ひょっとしてこれ今カメラで撮っててチラチラしてないのもそれ関係ありますか。そうですね、そうですね、カメラ、そういうことか。で、ね、まあ、他のモデルとかになると、なんか線がね、そうですね、線がジーって入ったりしますもん。はい、全然ないもん。そうですね、まあ、そういうところで差が出てくるかもしれないですね。すごいですね。なので、まあ 4K でまあ見てても、もしかしたら目が疲れにくいかもしれないですね。なるほど、いいですね。ブルーリダクション、ブルーリダクション、はい、青い光線をカットしたり。そうですね、よく巷で言われているブルーライトをなるべく低減させると、こういった形で今青色の色があるんですけど、はい、少しずつ、はい、強度を上げていくごとに少し、まあ、どうしても、いや、もう完全に緑ですよ。綺麗で目に優しいと。そうですね、なるほどね、はい。